え、じゃあちょっと今回は、100回ダンジョンはクリアしたけど、裏ボス的なのはまだいるんだよね。なんか、噂はちらっと、目にしてしまってはいるんですが。裏ボスは正直調べないとわかんないレベル。あ、そうなんだ。え、そんな難しいの？その条件揃えるのちょっとどう、やれば、リメイクで追加されたボスらしい。とりあえずくじしよう。そうだね。とりあえずくじ引くか、まず。景気づけにね。人によっては知らんうちに条件達成してる。え？じゃあ僕も、もしかして。え、じゃあちょっとその裏ボスのさ、例の裏ボスの、え、ちょっと条件さ、これ、調べれば、え、調べていい？ちょっと調べるわ。え？ん？おやおや？え、まず、トロピコアイランドに行く。コブロンを、8回叩く。マジか。マジか。まあ、せっかくだから、やりますか。だって、今作の新しい要素だよ。すごいな。すごいのを追加したな。ええもうこれ、もうしょうがない。しょうがないって言って許されるとは思ってません。でもやります。すいません。いや、セリフ変わるの見たく、セリフ変わるの見たくなさすぎるから、気になる人は、あれして。気になる人は、買って叩いて、自分で。でも躊躇ないね。いや、躊躇あるよ。あるよ。でもやんなきゃ進まないから。やんなきゃ。今何してるの？もう今来た人は困惑だよ。今来た人は。本当に。今何してるの？今ちょっとね、裏ボスと戦うための条件を満たすためにコブロンを叩いてます。いじめています、PP が。でももう、仕方ないっていうのも良くない。もう認めるしかない。いやいやいや、あれゲームキューブ版と違うくない？ゲームキューブ版と一緒。マリオストーリーはそうだよね。マリオストーリーは死んじゃうよね。ふにゃ、もうダメだ、みたいな。そんな感じなかったっけ？もうセーブしちゃったし。なんで知ってるんですかね。もうね、小学校の頃はね、何も分かってなかったね。もう何も分かってなかった。ゴロツキタウンでうろうろする。はい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 。メール来るらしい。コブロンやりましたね、みたいなメール来んの？もしかして。怖すぎん。メールはゴロツキタウンの中央広場に行かないと来ないらしい。あ、来た！GDM、号外、緊急スペシャル！ 100 階ダンジョンの奥底に幻の生物を見た！ゴロツキタウントゥデイ、本日未明、100階ダンジョンの奥底、邪悪なドラゴンの住処と噂されていた場所に謎の生物が住み着いているとの情報が編集部に舞い込んできた。目撃者によると一部で絶滅が囁かれていた、あの生き物によく似ていたことだが、編集部では読者からの新たな情報を待っている。編集後期、100階ダンジョンに挑む勇敢な読者諸君、入念な準備を忘れずに検討になります。良い子のみんなは危ないから近づいちゃダメだよ。おやおや、これはちょっと入念な準備をしていきますか。いやー、ちょっと昔から知ってるキャラクターだからさ、戦うということが結構衝撃というか、結構な衝撃なんだけど、どういうことなんだろう。戦うの本当にと思ってる。戦うのかな？行きますか。ちょっくら。じゃあ500回に移動します。500回じゃね、50回ね。500回は行き過ぎだわ。500回は行き過ぎ。確かにこれ移動屋使ってな、ちょ、来るぞ。
え？え？分かってるわね、マリオ。今度こそ叩いたりしちゃダメ。いい？絶対によ。ふにゃ、僕カメロン、遠いところからやってきたよ。ここは暗くて狭いけど、静かで落ち着けるいい場所だね。怖い。怖い。行きますか。行きます。たーあ、ふにゃー、そっか。君僕と遊びたいんだ。ドッカーン。え、ああ。すげえ、なんかつちゃ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 。え、なんか曲かわいい。いや。専用 BGM。コブロン専用 BGM。 コブロンよ、トロピコアイランドにいたとても珍しい生き物ね。攻撃高っ。攻撃を受けるためにタンコブを落とすわ。え、その落としたタンコブを使って強力な攻撃を してくるんだって。タンコブを使って攻撃。タンコブをなるべく落とさないように少ない攻撃回数でダメージを与えていくのが有効よ。まさかコブロンとバトルするとはね。何を考えてるかわからない顔だけど、怒らせると怖いタイプなのかしら。コブロンそんな強いの？連続ジャンプ怪しいかな。ちょっとまずそうだよね。一回チャージするわ。一回ね。まずあの目の前にあるタンコブ何するつもりなん？コブロンは。え、強っ。あ、なるほど、そういう感じですか。一旦めちゃくちゃ攻撃してみるわ。クリスチーヌとマリオで連続でやってみる。どうなるか。あ、タンコブないと何もしてこないの？え、じゃあさ、これさ、チャージしまくればよくね？あれ？何やってんねん！何やってんねん！待って！そんなことしてくんの？自分でタンコブ作るタイプ。どういうタイプだよ。ミスったし。え、待って、赤いの出てきた。赤いの。あ、食べるんかーい。え、自給自足できんのそれ。強っ。待って、クリスチーヌがもうボッコボコなんだけど。クリスチーヌがやばい。クリスチーヌマジでボッコボコだわ。え、今総ダメージ数いくつ。あれやってくるときに、おい、振ってくんな、毛虫。なんでこういうときに毛虫振ってくるかな。やめろって、その、モニュのやつやめて、自分で食らいに行くムーブ。やめない？あ、次、自給自足読みするわ。多分、タンコブで回復する読みの、多分回復よね。やばい。終わった。マジかよ、回復しないの。ちょっと降ってくんなって。なんで、ちょっとやめろ、ヘイホ。余計なことすんなよ。ちょっと何やっとんねん。コブロンがかわいそう。それはそれでかわいそう。決めに行きます。よし、攻撃してくる読みの雲隠れ。なんかやばいの来た。よしよしよし。うわ、なんかやってる。死んじゃうよそのまま。ビビアンごめんって。まさかモニュモニュしてくると思わなかったんだって、コブロンが。あ、やべえ、なんか、勝てるけど勝った気しねえ。金。じゃあちょっと人思いに貫かせていただきます。
よっしゃごめんコブロン強っ。あ、え、金色だ。ふにゃにゃにゃ、負けちゃった。またね。え、あ、でも大丈夫そう。これ何、バッジ？バッジじゃない、ゴールデンタンコブをゲットだ。コブロンの光り輝くタンコブ、恐れ多くて食べることはできない。ゴールデンメロンパン、あれじゃねえか、トリビアの泉じゃねえか。いやー、すごい、すごい新しい要素でしたね。いや、ちょっと勝ったけど勝った気しなかったな。まあまあ、でも勝ちました、無事ね。長期間見てくださってありがとうございました。最後コブロンに勝ててよかったです。とんでもなかった。